こんにちは。じゃあ質問に答えていきますね。今回ね、答えにくいんですよね。ワクチンのことなんで、これ動画が削除される恐れがあるのと、あとアカウントが制限を受ける可能性があるんですよね。まあですんで、ワクチンのことはチックンというふうにね、呼ばさせてもらいます。チックンチックンって注射打つでしょ。ワクチンなんですけども、今ね、結構皆さんが戦々恐々と打つ打たないの議論があると思いますけども、2点かな。ワクチンは現在承認されたわけじゃなくて治験中なんですよね。2023年まで治験の途中なんで、人体に及ぼす影響は分かってないんですよ。だからそれも込みで考えないといけないってことです。ダメだよってことじゃないですよ。考えないといけないってことなんですよ。得体が知れないもんなんでね、もともとで、どうして効果が出るのかもわからないんですよ。だから私たちはもっとわかんないですよね。で、本来なら判断に迷うはずなんですよ。これが1点目。2点目なんですけども、チックンはね、あくまでも重症化しないだけなんで、感染はするんですよ。で、軽度の症状は出ます。だから嘔吐があったり発熱があったりとか、それからなんかね、1週間2週間ぐらい体調不全に悩まされたり、味覚障害があったり、頭痛があったりね、関節が痛んだりってのあるんですよ、これ。だからチックン打ったら、はい、もう大丈夫みたいな誤解が広まってますけども、あくまでも重症化が、その可能性が下がるだけですからね、20分の1ぐらいになるらしいんですよ。で、そもそもこれ、今回のね、感染症は、重症化する人はほとんどいないんで、別に気にしなくていいわけなんですよ。でもなぜか、チックンに、人が集まっちゃって、同調圧力っていうんですかね、だからきちんとこれはね、誰がどうしたかじゃなくて、自分がどうするかを捉えていかないと、とんでもないミスを犯すんじゃないかなと思うんですよね。で、一応ね、そのチックンそのものによる死者の報告もありますんでね、これ知ったらびっくりしますよ。だからロシアンルーレットなんですよ。誰かは死ぬよみたいな注射を打ってるんですよ、みんなして一生懸命。誰かは死ぬようですからね。やりたくないですよね。そもそもそういう環境にさらされるんだったら、なんぼかしょうがないところがあると思いますよね。でも、普段その心配がないなっていうふうな方とか、リモートでされてる方とか、在宅が多い方とか、人との接触が少ない方とかは、単なる自分でリスクを高めるだけなんで、しない方がいいなと、ね、心の中で思いますけども、しちゃダメだよとか誰かに言うことはないですね。それは一人一人の判断であって、何をどう感じるかみんな違うんでね。ただ100歩譲って思うのは、別に今年慌てて打たなくてもいいんじゃないかなってことと、現在ね、報道も感染も超鎮静化されてるんですよ。じゃあこの状況で打つ必要あるんですかとかね。で、行動制限もなくなったわけですよ。だからあれですよ、今月とか来月とか再来月とか、もうあらゆるイベントが通常通り行われてますからね。一定の感染症対策はありますけども、もう行列もできたりとかね、なんならマスクをせずに集まってるところもあったりとか、言ってみればね、元通りになっちゃってる部分があるわけですよ。で、それに対する批判とか報道もないわけなんですよね。だ、この状況下でチックンする必要があるとまだ感じてるんだったら、相当お詳しいというかね、怖いという先入観があるのか、それともそれをしないと周りからの圧力があるのかってことかなと思いますけども、もうすぐね、仮に感染した時に対する錠剤ですよね、飲み薬、風邪薬ですよ。これも今年中に出るみたいなのと、あとはそもそも新型なんとかウイルスってでしょ。もう2年経ってるわけですから、新型じゃなくて旧型なんですよ。で、新型に対するチックンはまだ出てないんですよね。そう考えたら、今一生懸命チックンしても、それは2020年ぐらいの、ね、その頃に流行った COVID と言われてるものへの対処策なんで、2021年にね、感染を拡大させたものに対しては全く効果がないということも、考えないといけないのかなと思うんですよね。でもなんかね、接種会場に行って
チクンってしたらなんとなく一定の安心感があるっていうのはありますんで、プラチーボ効果を期待するなら大いにやった方がいいと思うんですが、このね、あの本来必要のないものを体に入れるのにはやっぱり慎重になった方がいいかなと思うんですよ。うん、それこそなんかね、あれでしょ、1週間前のコロッケだってみんな食べないわけでしょ。こんなコロッケ食べたらお腹壊すかもしれないと思って食べないわけですよ。そういうふうな日付が過ぎたコロッケでも、それよりももっとリスクの高いことをヨーヨーとしてるっていうことはなんかあるんじゃないかなと思いますけどね。まあいろいろ申し上げましたけども、こういった私の、考えに別に影響を受ける必要はないんですよ。私はこう思ってるからそう思ってる行動をしてるっていうだけでね。で、私の身近にもワクチン2回目打ってる人いますよ。別にそれはそれでいいじゃないですかってことなんですよ。ただやっぱり身近になればなるほど、なんかね、そのあまりにもちょっと知らされてないこととか、多くの人が勘違いしてることとか思い込んでることに対しての、まあ、なんかちょっとこう違和感はありますけどね。誰よりも情報を精査してる私の判断とはだいぶ違うなっていうところと、まあでもね、少数派にはなりますからね、やっぱりね、そのチック反対派っていうか、反対までしてないんですけど、反対はしてないんですよ。私もインフルエンザのワクチンをずっと打ってますからね。インフルエンザの予防接種はずっと打ってますからね、未だに。もうなんか打たない人とか、ワクチン反対派が運動を起こしてても打ってましたからね。まあなんかその細胞の形が変わっちゃうってことなんで、まあ若い人は本当打たない方がいいんじゃないかなと思いますよね、先のある人は。まあ、10年、20年、30年経たないと、どういう風になっていくのかってこと本来わからないんで、10代とか20代の方はやめた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。取り返しがつかないですからね。まあそこそこ60、70になってきたら将来30年のことは別に考えなくてもいいと思いますんでね、まあ、長生きする方もいるかもしれませんけども、まああれじゃないですか、なんか出産の予定がある方とかはちょっと慎重になってるみたいですけどね。そのぐらいですかね。まあ何にしてもね、回答としては分からないなんですよ。分からない、今回の感染症がそもそもどこを起源にしてるかも分からないし、どんな特徴を持ってるかも分からないし、つまり対処法も分からないっていうのが正解だと思うんですよ。分かってますっていう人まだ現れてないですからね。こうなんじゃないかなっていうふうに考えてる人がいる、そこにこの人がこう言ったからこうなんだっていうふうにかぶせてくるマスコミやアクセス稼ぎのインターネットメディアがあるだけでございます。正解は分からないので、分かるまで見てるしかないかなっていうところですね。じゃあいってらっしゃい。